ナウナヤングに受け入れなんですわ。本当にね、はい、まあ、ナウナおじさんたちもね大好きなんですけれども、さあ、はい、カントリーおじさん植物チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。カントリーおじさんこと萩でございます。さあ、本日はちょっとね、まあ昔からある植物なんですけれども、ちょっとね、またここへ来てね、僕がもう本当に心をこうわしづかめされた植物がいるんですよ。はい、ね、こんな可愛かったっけって思うような、植物、本日はゲストにお越しいただいております。さあ、早速ねお呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方、ボバックス、ボバックスね、ボンバックスさんでございます。はい、すんごいね、この幹かわいくないっすか、これね、これね、年を取っていくことによって縦に割れていくんですって。で、縦に割れてってこうピキ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 こうなってってね、またいい雰囲気になっていくんですよ、これ。はい、で、葉っぱもね、これハート型ですごいかわいいでしょ。これがね、また今ね、ナウナヤングにウケウケなんですわ。本当にね、はい、まあ、なおなおじさんたちもね大好きなんですけれども、さあ、このねボンバックスね、まあ、どうやって過ごしていくのか、一緒に過ごしていけるのかなっていうものをですね、今日お話ししていければなと思っておりますので、本日もよろしくお願いします。さあ、まずねボンバックス、こちらの子キヨンですよ。はい、キヨンは暑さには強く、寒さには弱いです。で、もともと乾燥地域で生息されている子なので、ここにね水分をたっぷり蓄えてるんですよね。だから乾燥には強いんですよ。乾燥には強いんですけれども、寒さには弱いんです。ここに水を溜めてるってことは、水はそんなにいらない環境でも頑張れるというようなことですね。で、そんな中で水やりなんですけど、水やりは、まあ、置く場所にもよるんですけれども、表面が乾いてきて、こう土が乾いてきたら、たっぷりとね下からジャバジャバーって出るまで水をあげていただければ結構です。はい、で、置く環境ですね。室内でしたら多分そんな頻度は高くないと思います。で、この夏の間、この自然の暑さの中、ね、外に出して生育させるってなると、やっぱ水の頻度ってどうしても早くなるんですね。サイクルは早くなってくると思いますので、はい、まあ、土が乾いてきたらザバーッと水通ししてあげて、で、室内にいる場合とか、まあ、もう葉水をあげてください。で、外で育ててる場合とかは、もう朝とかにはやらないでください。水はね、夕方ぐらいにあげてください。朝入れると煮えちゃいますんで、室内の場合は全然大丈夫です。屋外で日当たりカンカンなところだと、まあ、煮えちゃうので、はい、それはお気をつけください、ね、で、それがね、春から夏ですね。春から夏の4月から10月頃はそんな感じで、乾いたらあげる、乾いたらあげるっていう感じで大丈夫だと思います。で、秋から冬、11月から3月頃、はい、だんだんとこの子は休眠期に入りますね。休眠期に入ってくるということは、葉っぱを落とし始めます。で、徐々に水の回数を減らしていって、葉っぱがポロポロポロってもう全部落ちたら、ちょっと水はもう控えめにあげたくなるんですけど、タンク持ってるから、タンク持っちゃってるから、ね、厳しめに育ててあげればいいと思います。で、なるべくですね、室内の温度10度を切らないようにしてください。寒さに弱いんでね、うん、なるべく10度以下にならないように。逆に20度以上から生育期に入ってきますので、春なんかはね、こう20度くらい超えてくると、ニョキニョキってこういっぱいね葉っぱを出してきますので、はい、10度と20度っていうのがポイントになってくると思いますので、はい、ちょっとそこだけ覚えておいてくださいね。でね、肥料なんですけれども、これも他の開墾とかと同じような感じで、4月から10月が生育期です。その期間の間、まあ、月に1回ぐらいで結構です。ゆっくり効く置き肥料をあげてみてください。それだけでも十分元気になります。で、日当たり、室内の場合は、まあ、なるべくこうカーテン越しの明るいところにちょぽちょんと置いといてあげると、非常にこう雰囲気よく成長してくれるんですけど、外でもね、もともとこう成長できる子なので、外でも生育はできるんですよ。ただし、室内環境で育ってきた子をいきなり外に出すと、アメシってなっちゃうんで、なので、それだけ気をつけてください。
徐々に外に慣らしていって、で外の環境でも耐えられるような子に育てていくっていうのもありなんですけども、買ってきましたってこれ室内でずっとこう飾られてあってね、こう販売されていて、で買っててよし外出さって出したら、次の日になったらもう葉が全部焼け落ちたとかね、可能性はありますので、それはもうお気をつけくださいね。もともとは外でも生育ができる子ではあるので、ポテンシャルはあるんですよね。その出し方とかそういったものを徐々にとかってしてあげればいいんじゃないのかなと思いますね。まあひとまずそんな感じなんですけれども、で日当たり、そう日当たりが あんまり良くないと光を求めてニョロニョロ伸びてて、また不格好な形になっちゃいますので、はい、まあ伸びしてきたなと思ったら日光が足りないんだなと思ってください、ね、で日光が、こうちゃんと取れるところに徐々に移動させてあげるとかしてみてあげてください。いきなりの環境の変化は体調を崩す原因になりますので、それだけはお気をつけください。さあ、じゃあ簡単におさらいをしていきたいと思います。それでは気温ですね。暑さには強く、寒さには弱いです。最低でも10度以上は欲しい植物です。20度ぐらいから生育期に入ってきますので、10度と20度っていうのを頭の中に入れておいていただければいいと思います。そして水やりです。春から夏、4月から10月頃は土が乾いたらたっぷりとお水をあげてください。でここで植えてある土なんですけれども、土はなるべく水はけのいいものをお使いいただけるといいと思います。で丸くしていきたい場合は少し厳しめに水を与えるようにしてください。ちょっとスパルタで育ててあげてください。で秋から冬、11月から3月頃は徐々に減らしていきましょう。葉が落ちてきたら断水気味にしてあげてください。このまま休眠してまた春になったら新しい芽を出してくれます。そしたらまた水をあげ始めてください。で肥料です。4月から10月頃の生育期に月に1度ほどですね、置き肥を与えてあげてください。そして日当たりです。日当たりは大好きなんです。だから室内の場合直射日光はなるべく避けてあげた方が葉焼けなど心配がなくていいと思います。ですが元々は屋外で育つので風通しの良いところに置いてあげるといいと思います。いきなり外に直射日光の中ボンと掘り出すと葉が傷んだりとか植物自体が傷んでしまう可能性がありますので、その辺はお気をつけください。はい、ということでね、中米ではだいぶポピュラーな植物なんですよ。でね、その現地のね厳しい乾燥に耐えられるような植物なので、まあ本当にね、まめったい方だとちょっともうじれったくなっちゃうかもしれないですけど、まあお水はね、ちょっと忘れたぐらいじゃどうにもならないので、その辺はまあご安心して育てていただける植物なのかなと思います。はい、でね、冒頭にも言いましたけど、この幹のね、このひび割れ、これがね年々徐々にこうやって増えて広がっていったりするんですね。なんでこのね、こう年輪みたいな感じのね、年輪は輪切りなんですけども、こういうのも楽しめるそんな植物ではありますね。でね、冬になると丸裸になって、春になってくると先ほど芽が出るって言ったんですけど、赤い芽がチャチャチャと変わっていくんですよね。なんかこう生命感にね、生命力あふれるようなそんな芽がこうニョニョニョっと出てくるんですよ。まあこれがね、またちょっと感動するんですよ。出てきたなと、はい、そんなね、1年を通してちょっとまあ冬の時期は寝ちゃうんですけども、1年を通してまあ非常に楽しめる、楽しませてくれる、そんな植物のボンバックスさんでございます。はい、どうですか皆さん、これを聞いてボンバックスちょっと迎えてみたいと思いませんかね。なかなかね、個体数も減ってきてるっていうふうに聞いておりますので、もしお近くのお店さんとかでね、見受けられたらぜひお迎えしてみてはいかがかなと思います。さあ、ということで本日はボンバックスさんをゲストにお迎えしてお話をさせていただきました。また次回違う植物でまたカントリーおじさん説明させていただきたいと思います。それではまたね、バイバイ。